ダイスマジック開けダイスの扉。はい、ということでね、今回ダイマジやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますなんですけども、このゲームね、本日12月24日サービス終了となります。はい、悲しいな。1年持たんかったというね。まあ1月に始まったんですけど、ね、こうやってキャラがすごい可愛かったりね、いろいろあるんですよ。ほんまにいろいろあってね、俺は楽しんでやらせてもらってたんですけども、お知らせが来て、サービス終了のお知らせ、12月24日の14時を持ちましてと、サービス終了になります。はい、大魔事。まあね、これなんでサービス終了かというとね、やっぱ人気がちょっとねなかったと、ということで、うまく運営できなかったということでね、サービスが終わってしまいます。さあ、なんか受け取ったりして、ちょっと最後にね見届けていきたいなと思います。まあとりあえずね、メインストーリーだけでもクリアしようかなと思いますんで、これのベリーハードをやっていきたいと思います。まあ終わってしまうんでね、まあでもこれやってる人も少なかったからね、これちょっと様子見でやってみましょう。ほんまになんかユーザーが全然増えずに終わっていくような形になってしまった。フェアリーテール自体はね割と人気だと思うねんけどな。俺もフェアリーテールが好きでねやってたんですけども、まあサイコロ振るだけっていうのがやっぱ痛かったかなと。こうやってサイコロ振って攻撃してくれるんですけどね、なかなかキャラのねその作画がいいのよ。まあ、前に動画出してた時も言ってたけど、声がこうね、ボイスがあったりだとか。ただなんかやっぱそれがワンパターンすぎたのかなという感じでね、なっております。サイコロ振って進めて、でこのように振って倒していくと。いいと思うけどな、これほら左から2番目のさ、ウェンディもこれほらめっちゃ可愛いしな。作画がやっぱ素晴らしいのに終わってしまうっていうのは悲しいよな。もうできなくなるんで、ログインが。だから一生懸命集めたキャラたちが終わるという。何のために俺集めたんやという。一時ハマって課金もめっちゃしてたからね。これがちょっと悔しいなっていうのはあるけどな。天竜の方向、うわ強い。これ全員奥義使わなあかんな。これ鉄竜拳、さあどんどん打っていく。フェアリーテールはあれやからな、もう一個なんか出るらしいからな、2020年にあのスイッチと PS4 で、それちょっとまあやってみようかなとか思いつつ、様子を見ております。 PSP の時にねフェアリーテールポータブルギロとかもやっててんけど、でもなんかそこまで面白くなかったなっていう。フェアリーテールでうまくゲームなんかできんのかな。はい、クリアです。はい、次。まあなんか確かにアクションがこうバーンって欲しかったなっていう感じで。大魔寺さん、ほんまお疲れ様でした。まあ、1年楽しめたからな。1年は楽しめましたから素晴らしい。でガチャとかもねなかなか当たらんかったけど、ほんまにその毎回ガチャがね作画がいいからみんな欲しなるっていう、そういうゲームでした。作画めっちゃ良かったっていう。まとめて音楽も懐かしいよな、これな。素晴らしい。イベントも全然こうへんっていうな、このゲーム。イベントがなんか同じのも復刻しますばっかりでさ、もう途中から運営できてなかったからな。それがちょっと痛かったっすかね、大魔寺さん。強大な力を感じる。見えてる。はいはいはい。まあ、これは確かにフェアリーテールよっぽど好きな人しかやらんよな。なんか僕もやりたいなってならへんやろ、なかなか。まあ、だからアプリ作るのってまあむずいなと思うわ。
アプリ作るってのはむずいと。好きだな。ゲーム開発の難しさをね知りました。こっちは終わった。怪我はない。みんなよくやってくれた。これで終了だ。まあこんなところで終わっとくか。こんなところで終わりますか。ね、もう同じことしかならないですから。はい、ガチャでも引いとくか最後な。最後石使い切ろ。石を使い切りますガチャで。もう新春ガチャこれね一番初めなんですよねこれ。俺が1月に始めた時にこのガチャでこの動画大魔事の動画始めさせてもらったから、大魔事の動画これで始まった。そうルーシーでね始まったんですよ。懐かしすぎてもう泣けてくるもんな。こんな一回引く。一連ずつ引いていくわ。さあピヨーンってなってで銀が出たらこれ外れと。金じゃなかったかな確か。どうやったかな、虹やったかな。リリー外れみたいな。で確率がめっちゃ渋いのよなこれ。全然当たらへんで。グラビアルーシーこれもなかなか当たらんかったな。これもなかなか当たらんかった。あこれもなかなか良かったな。うん、はいはいはい。こういうね妖精復活祭。うん、ほら作画だけいいでしょ。どれも結構いいよ。うん、ほんまに絵が良かったなっていう。はい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 。おおそう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 。はいはいはい、いいね、綺麗。もったいないな、なんか終わってしまうのな。サービス終了ですよ。もうこれで終わりや。もうできない。これ欲しいな、このウェンディ欲しいな。このウェンディ狙うわ俺。ウェンディ狙いでスキップしましょう。スキップ外れ。もう一回行こうか。ちょっとあれ欲しいな。まあ、欲しいな言うてもこれで終わっちゃうけどな。あーあかんわ。当たらへん。ああ、ジュビアとエルザ。これもいいな。バカンスガチャ。はいはいはい。ああ、ブランディッシュ。そう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 。はい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 。すごいすごい。バレンタインな。おお、そうそう、ホワイトデイ。うわ。すーげえ。うわ、これテンション上がりますね。かっけえ。あ、終わったな。うん、ということで、俺が一番欲しいのはウェンディやから、もうそれ行こう。ウェンディ狙いで行きますわ。ちょっと待って、10連で行った方がいいから、石集めようか。ここに来て石を集める、打つか。そうやな、ウェンディを当てたい。なんかないかな。うん、ないな。石を取る方法が欲しいな。何で取ろうかな。緊急クエストで取ろうか、石。石100しかもらえへん、これクリアしても。あかんな。メインストーリーでもらおう。メインストーリー。これクリアしたら500もらえるから9回以上マップ上でダイスを振る。宝箱すべて了解。いきましょう。はい、これでゲットしましょう。で最後にメンディゲットしてこの動画終わろう。条件が宝箱をすべて獲得と9回以上振るやから、ここでスペシャルダイス使っていかなあかんな。でも11個しかないな。ここ頼む。 OK ナイス。今1回振ったよね。2回目振る。今2回ね。9回以上振らなあかんから9回以上振りましょう。よしよしよし。さあ OK。 で今2回振ったな。2回振ったからこれダイスを使って、はい、3回目振りました。で結構振っていかなあかんくない。4 5、今5回振ったよね。あと4回振らなあかんからな。
これ結構厳しい条件やな。で、あの、なんで10連がいいかっていうとあれやねんな、10連で引くと SR 以上確定するから1枚は。だ10連で引いた方が当たりやすい、そういうわけです、ね、こっちは終わった怪我はない。で、こっから今5回ぐらい振ったよな。だからこっからスペシャルダイス使いまくらなあかん。1111でいかなあかんのか。11、うん、こんな感じでもうわざと自爆しながら11でいくしかない。で9回以上振れるからこれ で宝箱も全部獲得なんで、これでいけるやろ。これでもう9回振ったらだから、あとはもう突破するだけや。 OK 全部使って勝つだけ。あとは僕のやつから倒していくわ。一気に行くぜ。血流剣、影を解放。さあ影解放して、霊竜の斬撃。さあ天竜の力解放してや。天竜の、これで終わらせる。七つの星に裁かれる。グレートが行きますよ。さあ攻撃していく。なかなか HP 多いな奥の人。本日で大魔事はサービス終了だからな。終わりです。ついに終わってしまった。よいしょ。みんなよくやってくれた。これで終了だ。さあこれでねいけるはず。条件達成したやろ。ほらこうして500もらって、今何個やこれで。2900個かな。2800個。もう一個いかなあかんな。もう一個行こう。ハードの方で、簡単な方で行くわ。ダイスパネル1回以上使うアクションマスに止まらずクリア。よし、これでいける。1個難易度下げていきます。この先に俺の食材が待って。あ、危ない。アクションマス止まるとこやった。アクションマス止まらずとダイスパネルを使うやから簡単やな。これ簡単。アイテムちょっと弱くなってるからすぐ終わるし。好きだらそこです。ドン、はい、ドン。こっちは終わった。怪我はない。で、ダイスパネル使うやから、まあここ頼む。あ、危ねえ。アクションマスに引っかかるとこやった。よし、これでもういけるんじゃない。お前たち容赦はしない。アクションマス止まってない。コンティニューしてない。オッケー、これでいけますね。これで10連引けるわ。これで10連です。オッケーオッケー。最後にね、あの、俺が当ててきたキャラ、持ってるキャラを全部紹介してね、大魔事終わりにしたいと思います。うん、いやほんまに結構頑張って育ててね、もうコツ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 、もう依頼書だとかなんかとかもうやりまくってたからさ、やりきったなと思います。俺はこのゲームを影を解放する。十分めちゃめちゃやってたからね。見えている。こっちは終わった。怪我はない。みんなよくやってくれた。これで終了だ。終了だ。はい、オッケー、ゲットしてと。さあ10連引きます。ガチャ、あの、あれあれ、ウェンディガチャ。ウェンディガチャはどこですか。これやな。よし、このウェンディを狙います。 SSR が 15% めっちゃ高いな。ウェンディ 6% で以上で当たるぞ。これいけるやろ。いけ、これいけるやろ。頼む、いけ。最後に当てたれ。大魔女当たるんやってことを証明するんや。いけ。さあ、お、ハッピーが来た。今ハッピー通ったよね。おっと、これ虹や。来た来た来たぞ。ふー、これ当たったわ。多分夏が当たるかもしれんけど、夏かもしれんけど当たってるわこれ。レビー、うっ、こんな感じや。夏の方が当たった。準備は万端だ。
おお。今日はどこ泳ぎに行く？すごい。サマダッシュ夏が当たった。すげえ。ウェンディじゃない方が来た。おおおなんか演出が。おお。え？え？私だって負けません。マジで？私だって負けませんって言って二人とも出てきてんけど最後に。そんな感動のエンディングがあんのか。俺泣きそうやわもう。でそれは感動やわ。すごい。おおお。神楽も当たったぞ。人魚は時に虎を食う。すげえ。めっちゃ演出上がるやん。最初ダイヤ1個やったのに3つになったからな。やべえ。すげえ。いや感動しましたね最後に。いやいいもん見せてもらったな最後に。いやありがとう。素晴らしいもん見れたわ。すげえ。キャラ最後にキャラをね一覧見ていきましょう。レア度で見ようかな。レアリティ、レアリティでいいか。はい、こんな感じでね、大魔神やってきましたが、なかなか頑張ったな、俺も。はい、こんな感じで、ルーシーがいっぱいおんな。ルーシーいっぱいおります。エルザもおりまして、ウェンディもちゃんと当たったと。最後に当たりましたから。いやー、こんな感じになっております。グレイ、どんだけおんねん、これ。SR がもうかぶりすぎてるやろこれ。すごいすごい。うわすげえ。はい、こんな感じでしたね。ということで大魔神さんお疲れ様でした。サービス終了ということでこれにて終わりになります。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。じゃあね。